はいどうもこんにちは、こうです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は久々にセリアさんで購入したミニチュアの方を紹介していきたいと思います。その前にね、まず前回動画で紹介してるんですけれども、こちらのバリケードとこちらのコーンですね。とあと光る看板。前回もかなりね、人気の商品でしたが、ようやくここ最近再入荷してましたので、一応こちらの方ね、買い足してきました。まだゲットね、できてない方は、この機会にぜひ早めにゲットしてください。特にこの光る看板は、結構在庫がなくなってきてる店多かったので、早めにゲットすることをお勧めします。それでは新しい商品見ていきましょう。まず最初に紹介するのはこちら。12分の1スケールの一輪車ですね。こちらはカラーバリエーションが3色ありまして、今回はグリーンをゲットしてきました。サイズは12分の1スケールということで、いつものミニチュアと同じ感じですね。で、横から見るとこうで、タイヤは動く感じになってますね。で、上側と下側ですね。こんな感じの作りになってます。意外と作りしっかりしてますよね。この工事現場シリーズ、これ結構充実してきましたよね。こちらのヘルメット、逆さのねショベル&ヘルメットの方もあるので、フィギュアと絡めて使ってもいいかもしれませんね。実際12分の1スケールのフィギュアと絡めるとこんな感じで、なんか若干小さいかなっていう気もしないでもないんですが、まあ大体このぐらいのサイズのフィギュアに使えそうですね。はい、というわけでこちらは今回新発売の12分の1の一輪車でした。続いて紹介するのはこちら、ミニフェンス連結パーツ付きですね。こちらは全体見るとこんな感じですね。立てても横でも使えるのかな。ちょっと開けてみましょう。はい、というわけで開けると、このようなフェンスと接続パーツが付いていました。で、接続ジョイントの穴がここのこちらとこちらとあとこちらにもあるので、おそらく横にして置いてもこうやって使えるんじゃないかなって気がしますね。ちょっとごめんなさい、1個しか買ってこなかったんですけれども、こんな感じで立てかけてることによって、工事現場のフェンスとしても使えますし、写真を見る限りは学校のフェンスとして使ってくださいって感じなのかな。でもいろいろね、フェンスってありますから、こうやって置いて立てられるパーツがあるといいんですけどね。こんな感じで並べてあげればね、工事現場のフェンスとしても使えそうな感じですね。なんかセリアの工事現場グッズが結構充実してきたので、これはちょっと続けてほしいですね。続いて紹介するのがこちら、ミニチュア姫テーブル12分の1スケールとミニチュア姫チェスト12分の1スケールですね。こちらがカラーバリエーションを確かもう1色あったかな、で発売されてました。まずチェストの方ですね。こちらの品番というかね、ジャンコードがこのような感じになってて、いつものヤマダ化学株式会社さんですね。ここはほんとすごいですよねで、こちらも12分の1スケールで、ジャンコード品番はこのようになっていて、これも安心のヤマダ化学株式会社さんですね。というわけでこちら封の方ね、切っていきましょう。はい、というわけで以前紹介したジオラマとね、組んでみるとこんな感じですね。まあ狭いお家なんですけどね、だいたいこんな感じで家具は置けますね。これすごいのが、こちらのテーブル引き出しがちゃんと開くんですね。ちょっとしたものを入れられるっていうのと、チェストの方も引き出しがこんな感じで開きます。全部開いて、中にちょっとしたものだったらね、入れられるっていう感じですね。これすごいですよね。100円ですよ。100円でこのクオリティすごすぎないですか。こんな感じになりますね。ちょっと座るのきついですけどね。サイズ感的にはやっぱりこのぐらいの15センチぐらいのフィギュアがちょうど良さそうですね。はい、というわけでこちらが12分の1スケールの姫チェストと姫テーブルでした。で、このつながりでおうちシリーズ結構今回出てて、これトイレまで出てるんですよね。こちらが12分の1スケールの洋式トイレですね。こちらも安心の山田化学株式会社さんですね。で、品番はこのような感じですね。ミニチュア洋式トイレっていう形で、ナンバーが2054ですね。これも置いてみると、こんな部屋にむき出してトイレっていうのもちょっとあれなんですけど、トイレだけで考えようか。こんな感じですね。扉もなくいきなりトイレっていうのもちょっとあれなんですけれども、一応こんな感じで飾ることができます。で、全体を見ると横側と正面と上側と下側ですね。下側は肉抜きになってますね。ただちゃんとトイレのレバーもついてますし、ここの上がちゃんと開くんですよね。で、さらに便座が開いて、ここも開くんですね。これすごいですよね。作りがほんとリアルですね。で、実際にフィギュアを座らせると、ちょっと背が大きいかな。座らせるとこんな感じですね。やばい。これはちょっとやばいかもしれないな。フィギュアーツだとほんとちょうどいいぐらいですね。やっぱり15センチぐらいのフィギュアと合わせるのが良さそうですね。はい、というわけでこちらが新商品の洋式トイレでした。これが100円っていうのがほんとすごいですよね。はい、というわけでこちらが12分の1スケールの洋式トイレでした。続いて紹介するのがこちら。12分の1スケールのミニチュア保健室のベッドですね。こちらは色が2種類。この上のブルーと今回買ってきた白の2種類がありました。ちょっと組み立てが必要そうなので開けて組み立てましょう。はい、というわけで組み立て完成しました。このジオラマに対してはちょっとでかすぎましたね。で、これも一応品番と、こちらですね、1676のミニチュア保健室のベッド。100円でこのベッド、すごくないですか？で、これ、線が入ってるんですけど、これね、こうやって立たせることができるんですね。これがストッパー的な役割かな。こんな感じでいいのかな。はい、というわけでこんな感じで少し起こすこともできますね。で、先ほどからサイズ的にちょうどいいゼクトルーパーを寝かせるとこんな感じですね。やっぱこっちの方がしっくりくるサイズですね。このぐらいの方がちょうどいいんだろうな。はい、というわけでこんな感じで飾ることができますね。これにトイレつけてもいいですしね、こんな感じで。教室みたいなジオラマにベッドとトイレがあるってちょっとシュールですけどね。はい、というわけでこちらが保健室のベッドでした。続いて紹介するのがこちら。12分の1スケールのゴミ箱ですね。これはベージュカラーとグレーの蓋の色2色の設定でしたね。全体を見るとこんな感じで、これちゃんとギミックがついてて、ここを足踏みペダルでこうやって開くことができるんですね。これすごくないですか？なのでこういうのもこうやってお部屋に配置してあげるとそれっぽく見えますよね。これもすごいな。さらにここ開きますからね。で、続いて紹介するのはこちら。ミニチュアちりとり12分の1スケールという形ですね。これは色が3色設定ありましたね。早速開けていく前に、で、品番はこちらですね。2055ミニチュアちりとりですね。早速中開けてみましょう。はい、というわけで中を取り出すとこのようなちりとりが入っていました。前から見るとこうで横側と後ろ側ですね。これがすごいのが本物と同じようにこうなるんですよね。これはすごいですね。あ、ピントがごめんなさい。合わねえな。はい。というわけでこんな感じで本物のようにこうディスプレイすることもできますね。あとはフィギュアに持たしたりして使うこともできますね。はい。というわけで爽やかにこんな感じでちりとりを持つこともできますね。はい。こうなるとやっぱりほうきも欲しくなってくるんですけど、ほうき見つからなかったんですよね。もしありますよっていう情報あれば教えてください。はい、これもすごくよくできてますね。ゴミ箱があってちりとりがあったらやっぱほうき欲しいですね。はい、持たせるとこんな感じですね。はい、というわけでこちらが12分の1スケールのちりとりでした。最後に紹介するのはこちら、光る看板シリーズですね。こちらは冒頭で再販されましたよということで紹介させていただきましたが、実は新商品も出てました。というわけで新商品がこちらですね。はい、ということでこちらがこんな感じですね。春菜カップ小春日ということですね。ちゃんとハンコまで入ってすごくよくできてますよね。裏側はいつもと同じ感じでスイッチがありますね。これをオンすることでこんな感じで光らせることができますね。ちょっとカメラ越しだとかなり真ん中がね光って字が見えない感じですけれども、実際はかなり字もはっきり見えますし、確かに真ん中が光ってる感じなんですけれども、今までの看板と違ってまた雰囲気がいいですよね。はい、というわけでこちら新商品、これしか見つからなかったんですが、もしかしたら他のも出てるかもしれませんので、ぜひぜひセリアさんに足を運んでみてはいかがでしょうか。というわけで今回は取り急ぎになりましたが、かなりの数の新商品が出てましたので紹介をさせていただきました。これほんとすごい気合いの入り方ですよねもう100円ショップでこれだけのミニチュア商品が買えるっていうのがほんとすごいですよね。これからもセリアさん、そして山田化学株式会社さんにはほんと頑張ってほしいですね。いろんなものをミニチュア化してほしいと思います。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。よければね、チャンネル登録の方もまたぜひしていただければ、順次ね、また新しい商品入りましたら動画の方アップしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。またねー。